山口敏太郎のアトラスラジオの時間がやってまいりました。皆さん元気にしてますか？まあ僕はだいぶボロボロになってますけども、それでもこの残暑厳しい中必死に仕事をやっております。今日はですね、我が社の関西支部それで怪談師をやっております、渋谷さんに電話がつながっております。渋谷さん。はいはい、どうもこんにちは。こんにちは。 お世話になります。はい、はいはい、この前南蔵院はどうでした？いや、めっちゃ楽しかったですよ。本当に楽しかったですか？はい、もうあんなんと思いませんでした。めっちゃ面白かった。大きいお寺でしょ？大きいお寺やし、でも実際僕がライブで喋らせてもらったときに、はい、もう僕普通マイクいらん人なんで、はい、マイクなしで喋ったらよかったかなって感じですね。ああ、そうですね。はい。で、あそこかぶっ、控え室にひょっとしたら僕の声聞こえたん違うかなと思いましてね。ああ、なるほど。うん。あの、カブトムシ、クワガタもたくさんいるみたいで、あそこは。いや、もうね、まあ、種類によりますよね。ああ、なるほどね。クワガタでも、まあ、まあ、値段がつきそうな大きいやつは欲しいですけどね。大きいやつは。はい。うん。でも、まあ、なかなか好評だったんで、また来年はもっと派手になりますんで。はい。まあ、なんかね、ネタはもう僕も5つぐらいしかお話できなかったんでね。うん。もっとちょっと際どい、まあ、お寺さんなんで、うん、ちょっとまあ、人死体験とか、そういう不思議な話を持っていったらよかったかな、とか、いろいろちょっと思ってますけど。ああ、なるほどね。うん、それで。怖いだけじゃなしにね。それで最近はどうですか？どんな感じですか？え、どんな感じって、まあまあ、僕は、まあ、YouTube は YouTube で、まあ、心霊屋のトコモさんと一緒にいろんな心霊スポット行って、あと、TikTok は、うん、あの、パワースポット巡り。パワースポット巡りですか？やってますね。はい。あの、先だって、あの、新藤丁明さん。ええ。は、カナさんに来られたので、京都の鬼門である鞍馬と、鬼門神社をお参りっていうか参拝させていただいて、その動画を現在 TikTok に上げてます。あ、そうなんですか。はい。で、あの、TikTok、は僕名前とか顔出しをもうほとんどやってないんで、あのミスター JJ、これで検索していただくと、うん、僕がの TikTok が、まあ、盗聴器を探せとかね、うん、電子レンジの恐ろしい話とか、うん、もうクワガタ虫り今ここで撮ってますよっていうやつとか、うん、まあまあその他いっぱい喋ってます。クワガタ毎年たくさん撮ってますけど、あのクワガタはどこに行ってるんですか？もう死ぬほどいますよ、本当に。みんなあげてるんですか、知り合いに？あ、全部あの、近所の子供たちにあげてますね。ああ、そうなんですか。はい。で、大概あの、クワガタもし今から行くぞ、言うて、まあ自分的に頭の中でこことこことここと、まあ5カ所ぐらい頭の中に叩き込んで、うん、その場所行こうとするんですけど、ええ、1カ所目でも虫がこうパンクするんですよね。ああ。もう取りすぎて、あ、もうあとの4カ所もやめ。それで、電子レンジの怖い話って何なんですか？まあ、どういう説明したらいいかな。我々の携帯電話を電子レンジの中にまず入れます。はいはい。で、スイッチ入れないんですよ。スイッチ入れると機械壊れますから。はい。で、外部から電話をかけます。電話をかける。で、電子レンジの中の電話が鳴ったら、その電子レンジはパチモンっていうことなんですよね。え、どういうこと？あの、電磁波が漏れてるんですよ。漏れてるんですか？そうです。電子レンジは怖いですよ。じゃあ本来、じゃあ電話かけても電話通じないはずなんですか？そうです、そうです。もう。僕はあの、いろんなとこでやってるんですけど、例えばあの、病院のレントゲン室あるじゃないですか。ありますね。うん。で、あの、レントゲン室っていうのは、そもそも電磁波っていうのは通らないとこなんですよ。あ、それはその普通の職員が待機してる場所もそうですか？そうです、そうです。だから、僕の職員が、一旦レントゲン室に僕だけ、たった一人に仕上がって、で、うんうん、自分だけ扉の外で隠れてスイッチを押しよるわけですよね。うん、そうですね。はい。でもね、あの、レントゲン室でも電話圏外にならないんですよ。あ、そういうもんなんですか。そうそう、だから漏れてるんですよね。
だから僕もそのことをレントゲン技師に、あとこれレントゲンこんなことしてるけど携帯電話なんか繋がってるんですけど大丈夫ですかっていうような話したら、えーってありましたけど、電子レンジで結構じゃあ漏れてる電子レンジって多いんですか？ああ、もうほとんど漏れてますよね。あのよくね、電子レンジでも温めてる時にあの、うん、中でもうできてるかなとか覗く行為なんかもう非常に危険な行為なんですよね。ああ、やりますね。僕もあの電磁波測定器であの測定するんですけど、メーター振り切ってます。うん、あ、そうなんですか。はい、もう3メーター、4メーター離れないとやばいですね。被爆ってこともあるんですか？被爆っていうか自分の遺伝子に傷がついちゃうんですよね、高周波で。ああ、なるほど。はい、俗に言うあの 5G も同じような感じですよ、携帯電話で言いますと。5G で遺伝子が傷つくんですか？なりますよね。マイクロ波ですからね。ああ。で、傷ついたらどういう悪影響があるんですか？あ、やっぱり、細胞分裂に異常が来たして、がんが発生するとか、うん、そういうのが多分なってくると思うんですよ。うん。だから、マイクロ波は舐めちゃいけないですね。で、あまり偉そうなこと言いませんけど、電車乗った時に、うん、優先座席っていうのは一番電車の可動じゃないですかね。はいはい、あの可動ですね。可動で、モーター車が多いんですよ。JR で言うと、あの、型番のとこにモーハーとか書いてる。はいはいはい。モーハーって言ってるのは、あの、モーターが入っとるんで、うん、すごい電磁波が発生してます。え、じゃあ電車乗るだけでやばいじゃないですか。やばい。だから棒に乗ったらダメなんですよ。空に乗らないと。空とか。何にもない、あの、サーとかね。モーに乗ったらダメ。そうです。いや、車両。サーとかサーハーに乗ってください。モーハーはやめてください。もう、そうだね、わからないじゃないですか、普通の人だったら。あの、乗るときに番号書いてますよ、電車の。あ、そうですか。はい。空波 102-、なんちゃらなんちゃらとか。うん、まあ、列車の型番ですけどね。なるほどね。はい。なんかそんな、もう一回難しいこと言うてますけど、多分聞いてる人分かるけど違うかな。いや、分かりますよ。結構、アトラスラジオはマニアックな人が多いんで。はい。でも 5G の影響で、はい、スズメが姿を見せなくなったって本当なんですかね。いや、僕、その話はあんまり知らないですね。でも 5G のアンテナ自身がまだあんまりそう立ってないじゃないですか。うん。そうですね。はい。だから、今後、どういうふうになっていくか分かりませんけど、多分今から、7年、8年先にはもう 6G とかになってきて、鮮明な画像を送れるとか、ね、あ、非常に怖いんですよね。なんかね、5G のアンテナを立てると、それをみんな嫌ってスズメがいなくなるっていう都市伝説があるんですよ。あ、多分そう、ほんまなのかも分かりませんよね。ああ、そうなんですかね。うん。いや、怖い時代になりましたね。うん、電磁波舐めたら怖いですよね。あんまり大きい声で言えへんけど、あの、車で言うたら、フリーなんちゃらいう車ありますやん。ああいうのは僕の友達があの車乗ってるんですけど、うん、たまたまその電磁波測定器で車乗ってる時にアクセルバーン吹かしよったらね、うん、すごい電磁波って前々、よう、こんな車乗ってんないし、うん、怖いで、いう話して。なるほど。はい。さて、関西の会談を聞きたいんですけど、はい、関西でやっぱりどうですか、なんか最近妙なこととかありました？いや、もう僕クワガタムシ取りに行った時に、うん、まあいろいろ出くわしたりもするんですけど、こんな単発的なんであんまり面白くないんでね、うん、僕が、まあ、関西っていうか誰にもあるかも分かりませんけど、はい、今年の4月にねちょっと体験した不思議なお話ちょっと一発で、はい、入れてもいいですかね。はいはい、いいです。はい、僕のまあ僕ね今盗聴器とか盗撮カメラのまあそんな仕事してる中で、はい、その傍ら一応もうサラリーマンでもあるんですよね、うん、そうですね。で、僕の会社に、まあ、仲のいいあの女性の方がおられまして、はい、でたまたまその知り合うきっかけになったのは全然顔は違うんですけど、うん、その姿勢がすごくこう正されて歩いてる女性の方がいられて、僕が姉さんなんかえらいシャキッとしてありますねっていうひょんなことから友達になったんですよ、うん、そういう声をかけてから。おー。仲良くなって、まあそうですね、
いろいろこうコミュニケーションを取ってる中で、うん、僕の家の近くやっていうことが分かったんですよ。ご近所さんやと。そうそう。うん、おいってでかでか声出したら聞こえるん違うかっていう感じでね。うん、で、じゃそれからほな、まあ、姉さん一緒に帰ろうな言うて、一緒に帰ってたんですよ。で、帰ってる中で、僕の階段をね、めちゃくちゃ聞いてあるわけですよね。人間死んだらこうなるやとか、うん、僕の体外離脱した話とか、うん、幽霊見た話とか、UFO の話、うん、あと土の子探しに行ってんでとかいう話とかね、うん、要はオカルト、毎日会社の帰りはオカルト三昧でして、うん、その方も結構喜ばれてて、私もこんなん好きやねん、いうような話で、たまたま車乗って帰りしてね、渋谷さんあれ UFO ちゃうの、いや、ほんまやな、ちょっと僕車止めようか、って、二人で UFO 観測したこともあったんですよ。で、その方が去年の7月ですね、うんうん、ちょっと体調壊されて、うん、渋谷さん、私ね、ちょっと入院することになったんですわ、うん、そうなんで、僕は調子悪いの言ったら、いや、ちょっと調べてみな分からへんねんけどもね、っていう感じで、うん、で、まあ、明日から入院する日やったんですよね。で、その明日から入院する日の、うん、僕が帰り送ってくるんだと、僕の車、車高いんですよ。うん、僕の車に用のないような状態でね、僕がその足を持って、で、うん、お姫さん抱っこするような形でね、うん、車に乗せるような感じだったんですよ。姉さん大丈夫な相当悪いね。入院するし、でもうこんなんで会社休んだらええねんっていう話しとったんですよ。でも忙しいしねえって、うん。で、そこから入院されて、で、ちょこちょこメールしてたんですよ。うん、姉さん、病院やし、幽霊出るかとか言って、いや、渋谷さんほどじゃないでって、渋谷さんやったら嬉しいかもしれんけど、病院幽霊出えへんわっていうような話をずっと。今年の1月ぐらいまでやってましたかね。で、あの時から1月のね、後半からメールが来たと、うん、返事が返ってこないようになったんですよ。おー。まあまあ、おかしいなぁと思って、まあまあ、そういうこともあるやろう。うん。で、今年のその4月のゴールデンウィーク手前でしたかね。うん、その近鉄の大久保駅っていうのがあるんですよね。うん。近鉄と。で、そこに、うちの娘がお父さん迎えに来てたから、むっとしないで、まあ言いながら、うん、まあ、駅迎えに行ったわけですよ。はい。夕方、はい。時ぐらいに。はい。だから娘が改札から出てくる、ちらっとずっと改札見とったら、車乗りながらね。うん。そしたら、その、病院に入院してる、F さんっていう方なんですけど、うん、僕の車の右前方に10メートルぐらい離れたところに立って、おられたんですよ。いつもみたいに綺麗なおしゃれな格好してね、うん、でニコッと笑って僕にお辞儀するんですよね、うん、で、わ、姉さんや思って声かけようとしたら娘がパッ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 走ってきて、お父さん早い行こういうような形で車発進さしたんですよ、うん、で姉さんはまあ僕はまあ軽く会釈するぐらいで、向こうもニコッと会釈するからぐらいでその場がまあ終わったわけなんですけど、うんうん、姉さん、入院してて、メールしても帰ってきえへんけど、なんなん言うて、僕までメール送ったんですよ。うん。姉さん、元気おってじゃないか、返してもやめたんですか、復帰しないんですかって言って、全然メール返ってこないんですよね。もう帰ってけへんのもおかしいなと思いながら、5月の連休に突入しました。うん。連休明けでね、うん。そこの女子のさんの同僚の人にね、いや、もう、デフさんずっと入院してて、俺、4月の、連休前やったから、駅でおってな、現地そうやったけども、会社辞めはったんかって言って聞いたら、うん、渋谷さん、そんなに怖いこと言わんといてなって言うんですよ。何が怖いことで、うん、F さん、一番後半に亡くなってるんですって言われて、まあ、てか、俺、お前、会うたで、会釈したで、って、うん、っていう話なんですよね。会釈したときは、普通に立てたんですか？普通のいつものおしゃれな、綺麗な格好で、ニコニコされてました。でもその時点ではもうとっくに3ヶ月ぐらい前に死んどったんでしょ？ 3 ヶ月前にはもう亡くなってる。迷ってるんですか？いやー、でもニコニコしたかったから多分挨拶だけに来はったのかなと思うんですけどね。でも地上空気がしますからね、どうなのかちょっとあれですけど。娘は見えなかったんですか？娘は見えてなくて、もうバババーと改札から走ってきて、車も渋滞してるし、お父さん早く行こう言って、ちょっと前に行って、たぶん娘が、うん、改札から出てけへんかったら、たぶん窓開けて、姉さんね、元気やなって、たぶんしゃべりかけてると思うんですよ、僕。でも、そういうタイミングも、しゃべるタイミングもなしに、もう、早い子を言うから、そのままずっと走って、まあ、どうせメールしたらええわっていう僕の考えで、メールしたら、メールも返ってこなかったっていう感じなんですよね。なるほど。うん。いや、でもなんか、緊張ですかね。
嫌な近況ですね。なんか見たあれですね。もっともっとあるんですよね、欲しいやつとかね。どんな話が例えば。あ、まだ行きます。行きますよ。うん。僕はさっきも言いましたけど、リーマンじゃないですか、ただリーマンでございますけど、新入社員が、やっぱ4月入ってきますよね。入ってきますね。うん、で、その新入社員の、まあ、指導とかも結構、今はやってないんですけど、うん、やって、眠たくなってきた新入社員に、まあ、届かずげることをやってたんですよ。まあ、研修で結構、こっくりこっくり、こう、眠たくなってくるじゃないですか。そうですね。だから、その時に、ネタさんのためにたまたまその話の中で僕が階段ぶち込むとみんなシャキッとするわけですよね。うん、で、なんとこの製造現場なんで大きい産業機械なんですよね。で、まあ挟まれたりするとも死亡災害にもつながるから、そういう安全教育をする中でこっくりこっくりすることはまだ舐めてんのかというような感じで怒りながら、こういう話あるねんっていうことをちょっと一つ言うたのが、大阪の電気屋さんなんですけど、ここ昔大きな火災現場がありました。うん、で、たくさんの人が亡くなってます。うん、で、そこを建てるときに至って、足場板を組みます、電気屋さんがね。うん、で、その時に、まあ、職人たちが仕事する中だった火災が起こりました。で、後で聞いてみると、足場板がある思いで踏んだら実はなかったと。おー、幽霊っていうのは、お前らの脳をハッキングするかもわからんから、あると思ってもほんまなかったり、ないと思ってもあったりするから、そういうことも気をつけなあかんねんでっていうの話を、まあ、するんですよね。おいおい。で、まあ、そういう中で、まあ、僕はまあ、たまたま、ショットなんですけど、うん、まあ、会社がでかいで、いろんなその、海洋とか、まあ、東京もいろいろ、各地いろいろあるんですけど、東京の方で、新入社員の指導委員やってた、まあ、もう僕と同じような、担当の人がね、うん、父親さん思った話あんねん言うて、そのかかってきたんですよ。うん、その話っていうのはね、喋、うん、るんですけど、うん、まあ、50人ぐらいの新入社員を集めました。うん、で、初めての入社日で自己紹介するわけじゃないですか。うん、一人、ドドドドド、まあ、あから順番に、あだちに誰が勝とうとか言って、うん。で、その中で一人がね、面白い話しよってね、なんすかって言ったら、まあ、その中で、一番最初の人間が喋るときに、僕は、どことこ高校出身で、クラブ何やってました、名前は何とか言います、よろしくお願いしますっていう話をしたときに、総務部長が、まあ、女性の方なんですけど、うん、何や、君、それだけか、他に何か言うことあるやろって言って、まあ、新入社員やから、喋るのも、まあ、苦手だから、音の文句をしながら、まあ、なんかこちょこちょっと喋っていくわけですよ。うん、で、自分何喋ろうかなって多分そう思ってたんですよね。うん、この名前っていうか、名字はちょっと忘れたんですけども、その子の順番が回ってきたんですよ。で、その子が、もうすいません、男の子なんですけど、僕ちょっと長いんですけど、いいですかって言ったら、その、部長が、長いのか、前は一月、一月、しばらくしたって、しばらくって、いう感じで、僕はあまり喋るの苦手なんですけど、僕の欠点をお話し出していただきます。よろしくお願いします。って語り出したのが、うん、小学校の3年生の時に、うん、四つ上のお姉さんがいてたんですよね。うん、で、お姉さん中学生やったんですけど、めっちゃ仲良かったと。うん、でも、ちょっと病気がちやったんですね。うん、で、まあ、ある春ぐらいかな、お姉ちゃん病気で亡くなっちゃったんですよ。でもめちゃめちゃ悲しくって、もう毎日学校行っても、もう肩落として、友達からもなんか、大変やな、ね、声かけてもらうんやけど、自分自身はもう、気持ちが落ち込んでしまってどうしようもなかった。うん、その時、まあ、ある時からかな、お姉ちゃんが夢に出てくるようになったんですって。うん、で、毎日毎日お姉ちゃんが夢に出てきて、それがもうまさにリアルで、今、夢と思えないぐらいの夢で、学校であったこととか、友達のこととか、うん、そういうのをお姉ちゃんとずっと喋ったわけですよ。うん、でもう夢の中のお姉ちゃんがリアルでも、もう楽しくて仕方がないと。うん、ほら帰ったらもうお風呂入ってご飯食べて、もうすぐ寝る。寝てお姉ちゃんと会うっていうのがずーっと約9ヶ月間続いたって言うんですよ。9ヶ月毎日毎日もお姉ちゃんと夢の中で会ってた。で、学校でもお前最近元気やなって言ったら、いや実はな、お姉ちゃんが夢に出てくんねんか。
毎日楽しくて、もう寝るのが楽しいね。そうか、お前が元気になったらいいやなー言うて、まあみんながまあ、やって言えろってこと。うん。で、その、僕が9ヶ月経ってしばらくして、した頃に、お姉ちゃんが、マー君、お姉ちゃんね、ごめんなさいね、お姉ちゃんね、神様が今度動物に行ってもらいなさいと言われました。だから、うん。もうお姉ちゃんともマー君と会えるのが最後なの。ね、また会えるかもしれないけど、さようならって言うたら、いや、お姉ちゃん行かないで、行かないで、言うて、まあ、泣きわめたわけなんですよ。で、お姉ちゃんは、その壁の向こうの方にスーッと消えていったんやけども、最後、お姉ちゃん、いや、こっち振り向くかなって言うけど、振り返れないんだったと、そのまま壁の方に消えていって、もう悲しくて悲しくて仕方がなかった。朝起きた時も涙ボロボロって目腫れまってるらしいんですよ。うん。で、そのでてか、この中でお前どうしたって言ったら、実はここでお姉ちゃんに、あもう出てけへんって言われたし、もうすごく悲しい。で、しばらく、まあ、お前でお姉ちゃん家に出てこなくて、ちょっと寝たんですよ。でもね、やっぱり小学生の頃っていうのは、そういう現実より、これから先っていう方が、あの楽しみの方が、こう、ウエイトが高くなってくるんですよね。はいはい。だからそのお姉ちゃんの存在がだん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 月日を追うことに遅くなってきて、今現実に良くなってきた。うん。その中で、林間学校っていうやつがね、小学校5年生になった時に、林間学校っていうのがあった。うん。林間学校行った時に、うん、まあ、オリエンテーリングっていうか、まあ、みんなでその山へ登って、ずっとそのチェックポイントを抜けて、方位磁石を持って、ここ右やら左やら言いながら、あの、6人ぐらいのパーティーで、男6人で山を登ったかって言って、で、その中で、僕ね、あの、ちょっとお腹痛くなったんで、山の中でちょっとトイレしたくなったと。で、5人の僕なんてちょっと悪いよ、さっき行ってて、俺ちょっとトイレするし、どうせ道一本道だし、わかるし、後で追いつくわって言って、で、自分は茂みの中でちょっとトイレしたらしいんですよ。で、その5人はさっき、言うな、さっき行ってくれ、ってさっき行って。5分くらいしてからかな。まあ、用を足して自分はその元々行ったあぜ道に戻って上を上に向かってどん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 上げていったんですよ。うん。で、おーって待てと暮らせど人を呼んでもその応答がないと。うん。どーってこれって呼んでも返事もない。おかしいな。まあ、とりあえずしばらくまっすぐ歩いていこうかなって歩いていくと、二股に分かれてる道があったんですよ。おー。やろうと思ってね、右やろうか左やろうか、右のような気もすんねんけどなと思って、ちょっとこう、その分かれ道でしゃがんでたんですって。おしゃがんでた。しゃがんでたらね、うん、その引き身から一匹のリスがぴょこっと飛び出してきたんですって。うん、で、リスが自分のこの目の前にちょこっと、なんていうかな、育ったというか、自分のその目と鼻の先っていうか、まあ、50センチか60センチぐらいの距離の目の前にリスがいるわけですよ。はい。これ、リス、いや、俺の姿見て逃げへんやん。ってびっくりしたんですって。うん。その時にそのリスが自分の体をぐる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 何周も何周も反時計回りにくる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 回るんですって。うん。このリスが自分の体の周り回ってるやん。何このリスと思って、最後また自分の目の前にリスがポッとこう、止まって。うん。このリスとリスと目覚めがあったらしいんですよね。うん。しばらくそのリスの目を見てると、リスの目から涙がポロポロポロとこぼれたらしいんです。へぇー。で、トトマスがその時と同時にヒレが、こう、しきりにシュッとこう、消えていったんですよ。その瞬間、僕も涙がポロポロポロとこぼれましたって。あれ、多分、お姉ちゃんの生まれ変わりじゃないかな。僕は今でもそう思ってますっていう。おぉ、リスに生まれ変わった。あの、マジで。新入社員の体験談としゃべったマークを見るんですけど、リスの人間の話でしたね。で、なんか話を聞かせていただきましたね。人間からリスに落ちるってこともあるんですか？いや、僕は最高会員 の, その先生に聞いた中では、人間は全部人間やと、うん、僕が今まで出会った中では人間全員人間でしたねって言うたりましたね。いや、たまに動物が人間に昇華するっていうのは聞いたことあるんですけど。それはあるんじゃないですか。人間が動物に落ちるってこともあるんですね。みたいですね。まあ、なんでまたリスなのかっていうのはちょっと大きいですけど。うん。妙な話ですな。うん。そういう話をしていたね。うん。いろいろ話を。うん。
わかりました。じゃあ最後に告知をお願いします。告知ですか。告知はね、10月の26日はまたアワーブルームで、会談会、おもろこわ会談会をさせていただきます。その時のゲストは多分また告知すると思います。問題決まってないですか。いや、一応決まってるんですよ。うん、YouTuber、フォロワー5万人ぐらいでる、テイソン君ですね。誰ですか、テイソン君って。テイソン君って言って、シティアンド君さんのお知り合いです。テイソン君。仮面かぶって、シリアスポート目打ってる方ですね。多分、この番組も出るんじゃないかな。ああ、一回共演しました。思い出した、思い出した。はいはいはい。その方をケイソンに。うん、なるほど。あと14日、あと14日、アーリンさんの心霊教室にゲスト出演するんでしょ。あ、そうです。10月14日、アーリンさんの、魂の企業っていう。魂の企業。渋谷さん、覚えてあるんですか、自分の魂の記憶を。僕は、パイプ催眠で自分の前世で出てきました。うん、人に言われたんじゃなしに、よく人に言われるじゃないですか、あなたの前世は何ですよ。ああ、ね。で、催眠術にかかって、年齢を遡って、うん、あなたの今、お母さんのお腹の中ですよって、そこまで言って、じゃあ、その前はどこにいましたかまで言って、うん、自分で見てきましたから。はい、あ、それはなるほど。その辺のお話を。はい。はい、じゃあ、そんなもんですかね。あと、11月の26日は、6日日曜日ですけど、はいはい、京都府京田辺市の寺小屋っていうか、寺小屋、ここで小屋階段をさせていただき、うん、まずこれも心霊屋とトッポさんのコラボです。はい、後でメールを送るように藤井さんに言うといてください。あ、分かりました。あのね、それで告知しますんで。あ、了解です。嬉しい。あの結構でもツイッターで俺のフォロワーが渋谷さんのことを心霊屋ドットコムさんと思い込んでましたよ。一緒にやってますからね。同じ人やと思ってますよね。まあ、TikTok のミスター JJ は僕個人的にやってますけどね。うん、なるほど。わかりました。じゃあ、お忙しいところすいませんでした。どうもどうも。はい、すいません。はい、はい。はい、はい、渋谷さんでした。相変わらず元気ですね。ちょっと電波の状況が悪くて、柴田さんが言ってる声が途中で何度か切れかかって分からなかったんですけど、ご了承願います。どうしてもインタビュー電話でありますとこういう風になっちゃいますね。まあそんな感じです。で、10月26日、さっきも言いましたけど、10月26日かな、あの心霊屋 .com さんと渋谷さんが一緒に、心霊屋 .com っていうのは藤井さんご夫婦がやってるんですね。それが渋谷さんと一緒に、やってるのがおもろ怖い会だ。で、こう、おもろ怖いは僕は関東で始めて、関西に移管したんですね。で、関西でやってるブランドの、イメージ会談です。で、割と、会談王の関西大会の、まあ練習というかね、あの試運転的なところもありますので、ちょっと今後とも期待したいなと思います。はい、ちょっとおもろい大会になればねベストなんですけど、はい、ということでもうだいぶいい時間になってきましたけど、そろそろ終わりにしたいと思います。オカルトはエンタメだ、エンターテインメントはオカルティズムだ。山口敏太郎でした。それじゃあまた皆さん、次回も不思議の世界であなたとランデブー。山口敏太郎でした。それじゃあ皆さん、さようなら。